東京都立若葉総合高等学校は東京都稲城市坂浜に所在する都立高等学校。略称は若葉または若武座。2005年3月に閉校した都立南の高等学校、2004年3月に閉校した都立稲城高等学校を発展的に継承して都内で4校目、多摩地区で初の全日制総合学科を要する高校として、 都立稲城高等学校の跡地に開校した。4系列14分野の総合選択科目があり、キャリアカウンセラーを中心に、進路指導に行う。自主性を育てる目的で、ノーチャイム性を導入している。3年時になると、マイプロジェクトと呼ばれる、大学における卒業論文にあたるものを作成する。マイプロジェクトでは、二年時に自分の進路に合ったテーマを決め、三年時では、 実際に、アンケートやインタビュー、作品制作を行っていく。男女で、定員はないが、生徒の男女比は1、3で、女子が多いため、クラス内男子は1クラスで10人程度である。昇降口 2B ビ m b i t i o アクティブ、アトラクティブ平成29年度夢、ナビプロジェクト研究校、平成29年度スポーツ特別教科校。 平成29年度、オリンピックパラリンピック教育推進校。平成28年度スポーツ特別教科校。平成28年度、オリンピックパラリンピック教育推進校。平成27年度言語能力向上推進校。平成27年度、オリンピックパラリンピック教育推進校。平成27年度コーディネーショントレーニング。実践研究校。私たちは、 生徒の進路希望に真剣に耳を傾けます。入学直後から高校卒業まで生徒一人、数との進路相談を大切にお受けする進路、指導充実校であること。一年時の時間割は普通科高校とあまり変わりません。総合高校の一年時にはほとんど選択科目がない。高校生として必要な基礎学力をしっかりと身に、つける時期として位置づけている。 しかし週に2時間、総合学科独自の授業、産業社会と人間がある。1年次必修授業、産業社会と人間これは、自分が将来やりたいこと、なりたい職業について様々なやり方で考えてもらう、授業である。1クラスに2人の教員がつき、週に2時間行われる。授業を通じて、将来やりたいことを考えてもらい、そうすると、今、やらねばならないことがわかる。 その上で、秋に2年次以降の時間割を作る、総合学科の仕組みに大きく関係する重要な授業である。この高校の産業社会と人間の特徴は、将来について考える上で必要なコミュニケーション能力を重視し、反単位でのグループワークを多く取り入れているところである。リーダーシップを取る人もいれば、コツコツと努力するタイプの人もいる。 グループワークを通じて一人数とが自分の個性に自信を持ち、同時に行う様々な深度研究により将来について考えを深める。ファッション造形基礎、心理入門、基礎看護、介護、体作り運動、トレーニング理論、子供の発達と保育、ピアノ基礎、子供文化、自然科学概論など、演奏実践、ソルフェージュ、素描画映像表現、 演劇デザインなど伝統工芸伝統音楽、茶道書道古典日本シビなど、情報処理、簿記情報デザイン、ビジネス実践、中国語フランス語時事英語、情報メディア、情報コンテンツ実習など文化、スポーツ等特別推薦は、陸上競技、女子サッカー、男子バスケットボールで実施している。1学期2楽器そして、訪問先が決定したら、 教授法への質問等を考える。訪問日になったら教授法とたくさん話をすること。意外とこういう場面で良いことを聞くことができる。3学期、ありがとうございます。